お願いします。本日は大好きなゲストトークなんですけれども、倖田來未さんのライブツアーにも出られていた、そう、素敵なかっこいいダンサーさんが来てくれましたよということで、皆さんもね、もう楽しみにしてると思うので、早速呼んでいきたいと思います。本日のゲストダンサーはこの方、ダンサーのみくちゃんです。お願いします。京都出身のね、ダンサーさんなんですけれども、はい、みくよう出てくれましたねで緊張しちゃうんで、もうほんと友達と知り合いばっかり呼んでるんですけども、ね、私の方から、まあ、関係性だってね、ちょこっと紹介しますと、実はね、一緒に出たステージ結構多かったりするんですよね、ミクとね、はい、うん、A年賞の、うん、ね、アクトダンサーっていう、TRF さんがね、企画してる、うん、あのダンサー陣で出たりとか、うん、あとドリカムさんのね、クルドリカムさんっていう、ね、企画でも一緒に、うん、ね、ライブも出ましたし、プロモーションビデオもね、うん、一緒に出たんだよね。懐かしいです。そうだよね、そう、そのプロモーションビデオね、あの概要欄に貼っておくので、よかったら飛んで見てみてください。あの1回目ゲストのハルカムトウさんも出てるので、実は多分並びで近いところにポジション的におるかも。あ、そうかも。私とミクとハルカさんといるので、あのよかったらトリカムさんの TV 見てください。あとは大阪時代に、うん、あのダンススタジオとかもね、うん、一緒のスタジオやったりしたよね。一緒やった。でスタジオ AX に、AXX がエレクトリックトラブルの翔平さんのクラスとか行ってたイメージがそうです、そうです、まさに翔平さんの生徒でした。めちゃくちゃ、ね、うん、私がマジャズだと栗原先生とか、あのリオム京都さんとか行ってたけど、ミクはもうすごい細かい感じのヒップホップをチキ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 って、もうこうチキチキってめちゃくちゃ踊ってたあのイメージがあるし、東京に上京してきた時もなんかダンスワークスとか、うん、ね、で一緒にレッスンかけたりとか、セッションなんですね。そう、だからもうずっと見てるダンサーの子なんですけども、改めてこんな感じで話すのはちょっと初めてないので楽しく喋っていけたらなと思います。はい、はい、では早速ですね、もう時系列でどんどん聞いていきたいんですけど、はい、まあ、ダンスの出会いを聞く前に、うん、ダンスより前にさ、はい、あの体操をしてた。そう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 、いいかな、3歳とかあんま記憶はないんですけど、幼稚園児、幼稚園児の時に幼稚園に体操教室っていうのがあって、でそこで体操をやってたから、そう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 、じゃあそこ知らんねんな。だから高校生ぐらいかなと思ってるから、それ以前のね、やっぱりミクのこうダンス経歴知らへんねんけど、うん、体操なんや最初にやってたの。そう、ベースはだから結構アクロバットとか好きやからめちゃくちゃ手軽よねそう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 、それか。え、体操は何年ぐらいやってたの。体操はでもね、中、そのダンスを始めたぐらいにちょっとフェードアウトし始めたから中学生ぐらいまでやってたんちゃうかな。言うてもでもじゃあ長いことやってたんちゃう。そうそうそう、体操ってさ、うん、結構おすすめじゃない。こう ダンサーにとっては、うん、さ、うちらすごいオーディションをね受けてきた組だと思うんですけどオーディションって、はい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 、もちろんダンス見られるんですけど、うん、だいたい最後に、あと特技ありますか？一発芸みたいな。一発芸はやらない。じゃあ芸人のオーディションちゃうみたいな。なんか得意なことあります。まあ、ブレイキンができる子はじゃあブレイキンやったりとか、バトンができますとか、うん、速中できますとか、派手なパフォーマンスができる子はこうアピールできるポイントが絶対あるんですよ、オーディションって。で、その時にやっぱりアクロバットとか体操、新体操やってる子ってバク転ができたりとか、ダンスが上手い子やいっぱいおるから、ダンスプラスアルファやっぱ体操ができる子って合格率高いなって私は思ってるけど、そうじゃない、まあまあまあ、合格率ちょっと上がるよね。アクロバットできる人って言ったらとりあえずはいっつって言えるもんね。のやるかな。私はやってなかったから、うん、体操をやってたっていうのはちょっと羨ましいかも。確かにね、子供の時からやってるとそんなにもう怖さもないと思って、そうだね、大人になってからこうやろうとさ、こうやってさ、できるできる、怪我したらだって無職でしてまるわ怪我したら無職でもできるけどね、多分ね、勇気がさ体操もそんな長くやっててさ、うん、でダンスはどのきっかけでやろうってなったの。ダンスはそれこそ小学校1年生の時にスピードがデビューしたんですよ、うん、夜もヒッカリを毎週見てて、タイ行きたい、タイタイアクターズ。じゃあだから沖縄アクターズのオーディション受けてます。沖縄アクターズ受けた私大阪アクターズ受けた。あ、そうそれって違うんだな。臨空港ができる時に受けて、はい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 、
ちょっと待って、アクターズのな、うん、あのきっかけですって出てきたの3人目よ。ゆう、誰？で、急にラップで。なんかやっぱこう同世代のダンサーの方がゲストで来てくれてんねんけど、うん、え、何？うちら世代めっちゃアクターズに影響を受けてる人いや、めちゃくちゃそうじゃん。みんなそうなんだね。それしかダンスが正直見るもんなかったよ。テレビでやったしね。そう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 。小学校の一番お姉ちゃんぐらいの世代のね人がさ、かっこよかったよね。絶対推しがおったし、うん、まあかっこいいって憧れて、そこからそういうのに入ったの？いや、そっからは長いんですけど、だから一旦1年生で憧れるよ。ダンススクール行きたいけど、どこにあるかわからへんっていう時期がずっと続いて、分からへん、分からへん。お母さんにでも言うたよ、ダンスやりたい。そう、ダンスやりたいって言ったけど、まあ体操もやってたし。あ、そうかそうかそうか。いろんな習い事やってた。ピアノとか、なんか英語とかいろいろやってたから。やたいね。そう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 。それで3年生で一旦沖縄アクターズスクールのオーディション受けるっていう。何もやってないのね。ダンスも多分やってないのに受け入ってみたいな。本人が大阪のどこやったかな、どっかのなんかホールみたいなところで子供たちがパーっていて、マキの校長がバーンって来てみたいな。あ、懐かしい。踊ってみようって感じ。踊るってなんだろうみたいな。マジで。そうそうそう。マジスタイルでバーってやったの。そう。何もやったことないけどやった。なんかでも子供の時からさ、うん、明るそうやもん。なんかこう人見知りとかじゃないの？いやでもめちゃくちゃシャイやったけどな。やっぱだからこうちょっと影に2人目ぐらい隠れながらみたいな。で誰かが言ったら私も行きますみたいな。まあ関西の子はな。そうそうそう。言っても明るい子いからね。うん、アクターズのオーディションはその時はもちろん落ちるわけですよ。落ちてしまう。で、その京都のアクターズもあったんかな、できたんかな、なんかそれにはなんか違うみたいな感じで行かなかったんですよ、うん、沖縄じゃないとアクターズじゃないみたいな謎の沖縄はブランドがあったんですよね。そう、沖縄の感じがあって、どうしようどうしようって思って、例えばなんか生協でランニングマンみたいな HS がさ、当時さ、うん、あるんでさ、うん、それを買って家でそのランニングマンってやつを、そう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 、活動が当時で言うレクチャーみたいなやつを買って、買って最初はそれでやってたんやけど、うん、いよいよやっぱ6年生ぐらいになってやりたいってお母さんにもう一回言ってで、なんか友達も誘ってやっとダンススクールに通うっていうのが、めっちゃ時間かかった。ダンスやるの高学年で意外やわ。ほんま？もうキッズダンサーの時からエグいんかと思ってた。いや全然全然全然。そっか、小学校高学年からなんや。そうで、京都のダンススタジオに通って、うん、まあでも京都ってさ、うん、うまいダンサーの人いっぱいおるやん。スタジオもなんかすごいさ、あるイメージやし、京都出身のダンサーってかっこいいなって人いっぱいしてるから、ダンススタジオがどんな感じだったんですか？でもね、大きいスタジオがそれこそ2つ、3つぐらいあって、その中でなんかやっぱどこに行くかっていうのがあって、私はビートライブを選んだんですけど、ビートライブさんのところでは、どういうジャンル？キッズクラスか。で、その後はすぐヒップホップクラスに。ヒップホップ、スタートヒップホップ、そう、はいはいはい、クラスに入って、やっぱなんかそうやってるうちに私はヒップホップが好きやなって思ったから、ずっと高校生ぐらいまでヒップホップ一筋やったと思う。じゃあ出会ったぐらいの時はもうゴリゴリヒップホップ？そうかもそうかも。パンキングとかもちょっと好きになってきてる時かもしれんけど、ミクちゃんってやっぱヒップホップがものすごい鬼うまいイメージがあるんですけどでもなんか成先生のね、クラスも一緒に受けたりとか、成先生もジャズすごい、まあブレーキも踊れる人なんですけど、そうだからジャズダンスも一つなく踊れるから、だからなんかオールマイティーにいろいろできる子やなっていうのはもうずっと思ってて、うまいし明るいし、こうニコ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 ねそっからさ、勉強していきたいなってなったそのきっかけはあったの？言ったらさ、大阪でもバリバリ認知もあったし、認知制度もあったし、東京にそれでも行きたいってなったきっかけになったターニングポイントみたいなのもある？まあでもずっとそれこそ中学を卒業するとか高校を卒業するっていうたんびに東京っていう進路はずっと考えててんけど、そうなん、でもどっかでやっぱその保険じゃないけど学校行っといた方がいいんじゃないかなっていうのもどっかで自分のどっかであったから、はいはいはい、大学まではとりあえず行った。あ、そっか、そうそう、大学生やったんや。立命館法学部です。高卒すぐダンスの専門学校やから大学に行った人なんや。そう、大学に行った。でもやっぱさ、こう A ネーションとかでそれこそね、最初は大阪の受けてたやつ、でもどっかで、そうそうそう、みんなで東京受けなみたいな時があったんよ、うちらのそのね、一緒に受けてた子たちの中で、東京とかも受けて、それでなんか要はあの時は
いかにセンターで踊れるかっていうのが自分の中の最大値だったわけ。大体1列目もセンターでしたけどね。やっぱずっと目標やったけど、やっぱエレクションとか行ってこうバックダンサーの人がねこうすれ違うわけよ。でおはようございますとか言う時あったじゃん。あった。裏でね、やっぱこ う, そ う, そ う, そうフェスみたいな感じだから、いろんなアーティストさんもそうやし、当時のねもう雑誌とかテレビで見てたダンサーさんたちみんなすれ違うんよね。そう、はいはいはい、はい、なんかそれとかがほんまにきっかけで、いいなってやっぱ思ってた。思う、ね、そっか、思ってた。なりたい、なりたいってやっぱ好きやった。そう思って募って、でいざ大学に行きました、はい、でなんかこうじゃあ就職しましょうみたいな、やっぱ学校のそのゼミの先生がすごい就職率を 100% にしたい先生だった。田中先生と言って、田中先生って言ってますか。その田中先生にじゃあ進路どうするって、お前どうすんだよって言われて、ユニバーサルミュージックとか、なんかそのなんか音楽系に就職したらどうだとか、宝塚に就職したらなんていうの、その好きな方のジャンルの会社もいろいろ言ってくれたんや。そう、そうって言ってくれてたんやけど、ずっと煮え切らない自分がなんかとか言いながら。でね、ある日その田中先生がぶっちゃけどうしたいみたいな聞いてくれて、田中先生なんかモヤモヤしてるみたいに気づいてるよね。そうそうそう、すごい、さすが先生。したらやっぱ東京に行ってみたいですダンスでって言って、そしたら田中先生がなんかその先生の東京で仕事してたことが、あ、そうなんや。そうそう、もともと企業で働いてた方で今は大学教員やってますみたいな方だったんですけど、その先生がなんかその一回東京に行って揉まれることは人生すごいいいことだって言ってくれたんですよ。やっぱ親とかさ心配じゃん、なんかそう、いやでもお母さん絶対反対すると思うんですよねって言ったら、なんと先生があなたの人生を生きたらいいよ。田中先生、田中先生すごい、めちゃくちゃいい先生。そう、めちゃくちゃいい先生だ。なんか親にそうやって親のことを考えてやることは決して親孝行じゃないって言われた。なんか親は絶対あなたがその輝いてる姿を見ることが一番幸せだしみたい な, なんかそういうすごい素敵な言葉をねくださって、その日にもう家帰ってお母さん私東京に行きますってもう言った。うわー、背中を大暴されたんだ。あ、めちゃくちゃ押されたと思う。だったけど、おお、勝手にすればみたいな感じだったけど、まあなんかできるわけないやんって多分思ってたと思うし、ちょうどさなんか 3.11 とかがあったんですよ、その後に。ああ2010年11年ぐらいじゃん。そう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 、はいはいはい、でそれで一旦東京やっぱやめた方がいいんじゃないみたいな言われたりもした時期もあったんですよ。関東のより上の方がね大変ですから、ね、そう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 、でなんか東京もね地震大変やったみたいな話とか東京に住んでる子から聞いて、うん、やめといた方がいいんじゃないみたいな時期もあり、うん、でもその時まだ4回生とかだった、うん、でももう単位も全部もうほとんど取ったし、あとは何回かしか学校行かんでいいし、もう私は東京に家に探しに行きますみたいな感じで、よし今ある中家を探しに来たっていう。おお、もう気持ちがもうそこまで、うん、もう行動力を抑えきれず、うん、ほんと新宿の不動産屋さんに行ったらこうなってた。どういうこと？あ、じゃあ地震がさ、結構余震がさ多かったってこと？多くて、本当にすごい大丈夫かなとか思ったんだけど、そうそうそう、その夢の方がもう、うん、背中を押してくれた先生の言葉が、そう、めっちゃターニングポイントかもね、先生が、うん、そうかもそうかも。じゃあその勇気をもらって出てきましてですね、はい、こっからですよね、東京でも ね、はい、やっぱりこうどうやってきたかっていうですね、うん、話して聞いていきたいと思うんですけど、はい、